皆さんどうもこんにちは。先日話題の君の名はという映画を見てきました。よかったの一言でした。もっとなんかねえのかよ。私の名前は霊夢、ただの自己紹介だろそれ。幼馴染で同級生のモーリランと遊園地に遊びに行って、黒ずくめ。なんで高校生探偵の自己紹介になってんだよ。コナン、最高、映画変わっちゃってんじゃねえか。ということで今回も楽しくマリオメーカー実況していきます。真実はいつも一つ、もうやだ。本日最初のコースはこちら。世界一うるさい現象。マリサの土星かな？覚えとけよ。嘘ですすいませんマジすいません。じゃあ行くよ。おいこら誰がテレレイって怒るか。世界一うるさいテレレイでした。あんな長い衝撃音初めて聞いたぜ。暴れるクッパの中に潜り込むマリオだって。え、あのジタバタしているクッパの中身か。行くぜ。さあ果たしてマリオは無事なのか。あれ？マリオどこ行った？おいクッパ、ここだよここ。わあなんでお前そんなところに。恥ずかしいだろうがスラッシュスラッシュスラッシュ。スラッシュは読まんでいい。あいついつもこんな感じで暴れてんのか。いつもはゴールしてあの状態のクッパを倒すんだけど、今回は暴れている中に潜って倒せて爽快だったわ。お次は全自動クッパと歩きマリオです。クッパも自分で歩いて移動しろよ。それじゃあ早速やってみよう。あだだ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 。クッパ、君をゴールまで運んであげよう。8000ポイントにするつもりか。すごい、クッパも全自動でマリオと一緒に進んでいるよ。ストーカーかな。おー。見事な着地だろ。って見てねー。くっそー、お前たちちゃんと見てろよ。これは見ないでー。見てほしいのか欲しくないのかはっきりしろ。全自動ってこんな風に爆破とかするもんなのか。いや、普通はしない。そう。二人仲良くマグマの上をお散歩してるわ。どこをどう見たら仲良く見えるんだ。おいテレサども助けろ。見えない見えない。こらー、よし食らうんだ。おいどんがもらったどん。クッパ惜しかったね。もうゴールは目の前だったのに。ゴールできたとしてもポイントになるだけだ。お次はパイレーツ・オブ・カリビアンの演奏コースです。海賊王に俺はなる。それとはまた違う海賊な。ウッコッコホ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 ウバナナナバナナナバナナナバナナ。俺サッマーの名前クッパって言うんだよ。知ってるわ。まさかゴリラとカメの海賊がいたとは。カメは完全に魂抜かれてたわね。皆さんもよかったらパイレーツでカリビアンしてみてください。パイレーツでカリビアンってなんだよ。お宝だー。本日最後のコースです。これを聞けば元気100倍よ。ボーアンパンかな。それでは忍たま乱太郎のテーマ、勇気 100% です。ドクータケー忍者クーパー。なんで俺様がドクータケー。ムホホ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 なんて言ってんだよ。なんだあの連中は。きっと危ない奴らだから関わらない方がいいね。螺旋岩でもお見舞いしてあげようかしら。ゴリカメコンビ最高。ゲセ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 セ。ドクータアーチが持っている輝き永遠に忘れないでね。ひどすぎて言葉が出てこねえ。ドロロン。ああ、あいつら逃げやがった。ということで以上マリオメーカーでした。また次回もお楽しみに。息子が全然俺様に近づいてくれねえんだ。へえ。俺様あいつに何かしちまったのか。ほう。おい。はあ、しっかり話を聞けー。わかったわかった。ジュニアに直接聞きに行ってあげるよ。おう、すまんな。ジュニア、ジュニア。なんだ、うるさいなまったく。君が近寄ってくれないせいでクッパが号泣してたよ。ええー。嘘よなー。僕は今反抗期なんだよ。反抗期なら仕方ないね。でもあまり気張らず、この知らないおっさんのようにリラックスすべきだよ。熟睡してんじゃねえか。うん、そうするよ。あのおっさん見てたら眠くなってきたわ。お前は寝るなよ。反抗期なんだって。なるほどなぁ。で反抗期ってなんだ。ダメ親父ー。言葉で言っても伝わらないこともあるわ。だから拳で語り合ってちょうだい。で本格的なの来ちゃったよ。親と子のぶつかり合いよ。さあ果たしてクッパは息子の気持ちをちゃんと理解できるのか。頼むぜクッパ。お父さん容赦はしないよ。ああ、俺様も全力で行くぜ。じゃ最後まで言わせてよ。へへへ、なんでもありだい。まったく誰に似たんだか、親の顔が見てみたい。あんたよあんた。爆裂パンチ。うわぁ。からの、アッパー。この子、将来有望ね。立てー、立つんだクッパ。あれ、綺麗な川と花畑が見える。それサンズの川だー。ふい、
まだまだ。かなり疲れているけどまだいけるわ。ジュニアも疲れてんじゃねえか。ない。あ、危ない危ない。意味深なゴングの音ね。誤解だ。さあさあラウンド2行きますよ。決まったー、開幕早々必殺アッパー。目の前が、チカチカする。開始してから5秒でぶっ倒れるやつ初めて見たぜ。クッパー、起きてー。で、は?こんなにしょんぼりしてるクッパなかなか見れないわね。歳だな。ジュニアよ、俺様はこんなところで倒れん。てぇ。な、なんて力だ。クッパ、息子にお前の拳で語りかけろ。うわぁ。ようやくダウンさせたわね。お父さんなかなかやるじゃん。だけど僕だって。それでこそ我が息子だ。すごい、お互いに一歩も譲りません。ごへい。おっと、またしてもクッパ選手ダウンしてしまった。うわぁ。すごい粘りだ。これはジュニアにもきっと届いているはずだよ。お父さんパンチ。もっといい技名思いつかなかったのか。お父さん、反抗期だからってごめんよ。あと、勝手にお父さんの私物燃やしてごめんよ。あと、お父さんの部屋の高そうなもの勝手に売ってごめんよ。かぁ。大丈夫、あなたは悪くないわ、悪すぎだろ。ということで勝者はクッパでした。ショックで寝込むかも。子育て頑張れ。世界中のゴリカメファンの皆さんお待たせしました。ようやく正々堂々と勝負できるぜ。バナナも勝てって言ってるんほ、現状だ。今宵、ゴリラとカメの真の戦いが幕を開けました。俺様が勝たせてもらうぜ。ウホホホホホホホ。本気の拳のぶつかり合い、どっちが勝つんだ。あんたなんか絶好よ。こっちこそ絶好よ。何?絶好よ。そんな、めつぶし。じゃあ審判こいつ反則です。いや、セーフです。こうしてカメとゴリラはひたすら殴り合った。さすがはゴリカメ、両者の力の差は同じくらい。あ、ドンキーの必殺パンチには気をつけて。ゴリラ怖え。今度は俺様の番だ。そうはさせるか。ただの右ストレートでぶっ倒された。立てー。このままじゃゴリラに負けちゃうよ。ゴリラには絶対負けない。いいぞ、その調子だ。こんなところで倒れんぞ。もう、ダメかも。オラオラどうしたどうした。この野郎。はは、ようやくラウンド1終わった。ラウンド1ならスポッチャ。何言ってんのかよくわからんがラウンド2行くぜ。またこのパターン。大丈夫クッパならまた立ち上がるよ。いけー、ここからよ。よし、なんとか立てたか。くらいドンキー、お返しをほ。決まったー。見事なカウンターだったぜ。さすがはボクシングゴリラ。そんな肩書きあったか。なんのこれ式。おお、あれだけ食らってもまだ立ち上がる。そして決まったー。さあドンキーは立ち上がるのか。ギリギリ立ち上がったー。これでおしまいだー。ああ、決まったぜ。TKG によりこの試合ドンキー選手の勝利です。TKO だそれじゃあ卵かけご飯だろうが。くっそー、まだまだ戦える。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか ?PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。